イの皆さん、こんばんは。秋葉奥田明です。今日はね、大阪は難波の近くの港町に来ております。ということで、後ろに見えるのが港町リバープレイス。で、下にはこういうね、船もあんねんけれども、これでまたどこへ行くんやったらね、向こうのね、人混みいっぱいあってるとこあるやんか。あそこで今年もやってきました。クラフトビアライブ2018ということで、あの地ビールの祭典。あのね、確か関西の地ビールメーカーさんが集まってる祭典やと思うね。ということで、ビール大好きな僕としては外されへんやんか。ということで、今年も行ってみよう。ということで、今ね、うろうろしてんねんけど、今年なんかめちゃめちゃ人多いわ。あのね、ちなみに周りがこんな感じ。なあ、めちゃめちゃ人おるやろ。ちなみにさ、いつもあの、なんていうの、特製のオリジナルグラス買うてたけど、今年も売り切れて、この紙茶はプラスチックのグラスしかないいうことで、どっかあのビール買いに行こう。ということで、とりあえずここから行っときましょう。すみません、なんかおすすめお願いいたします。どれですか？これお願いします。今お姉さんに入れていただいてます。ありがとうございます。現役の女子大です。いただきました、はい、まず行っておきましょう、はい、うまいね。次行こう。今さ、ほんまにビール買うてうろうろしてんやけど、めちゃめちゃ人多いから、ほんまに何食べるもんがね、確か固まってんねんな、買うところが。ほいでビールばっかりのところがあるから、とりあえず入れとこう。うまいね。この何ていうの、炎天下の人とか太陽の下で飲むヒエヒエのビール、最高。ちょっとさ、ここのお姉さんのところでシューマイ売ってたから、シューマイ買うてみよう。ちょっとさ、なんか餃子っぽいタレがあるから、それかけてみたやけど、こんな感じでうまそうやろ。ポイント、うまいで、ほんまや。でっかいシューマイいう感じで、結構ね、他の店めちゃめちゃ混んでてんけど、シューマイのとこ吸い取ってん。ということでビール、うまいな。今度はシューマイにちょっとからしをつけてみよう。いっときます。うん、あ、ええ感じのからし魅了されてたこれでビール、開いてもた。今年はオリジナルグラスちゃうから、このグラスすぐ開いてまうわ。次なんか買いに行こう。ということで、次はここ行ってみよう。ということで、ここではお兄さんに注文しています。南大サービス。ということで、いただきました、行っときましょう。ありがとうございます。お前、あ、ちょっとホルミがね。そうですね、 IPA だよね。 IPA、はい、これが何でしたっけ。これ、え、これ京都クラシック。京都クラシックやって。そういうことで、どでかいシューマイいっときましょう。これめちゃめちゃうまいよ。うん、うまっ。出そうなったね。これさっきさ、ビール言ってはったけど、柑橘系の味はせえへん。どっちかじゃね、ビールの苦いのが好きな人は多分好きやわ。でもうまいうまい、うまいうまい。ほんまにね、ほろ苦いっていう風な感じでね、あの濃厚なホップを使ってる言ってはったよ。ということで、最後のシューマイいっときましょう。シューマイ、シューマイって久々食べたんちゃうかな。めちゃめちゃうまいな。ほんでまたビールに合うわ。そらそうやわな。ビールうまいね。ちょっと今日はあの、なんていうの、あの食べ物食べるところめちゃめちゃ混んでたから、ちょっとあのボンに3杯ビールいっとこう。ほんまにさ、人がめちゃめちゃ多いわ。
なんていうの、今ね、お店の人に聞いたんやけど、去年こんなんちゃうかって、僕去年も来てるけど、去年の多分倍ぐらい、倍はおれへんかしらんけど、倍近いと思うで。そうで、ビールビール。うまいね。そういうことで、もうビールも終わりやから、次のビール買いに行こう。ということで、また見つけたんで、これこれ、道頓堀ビール、これいっとこう。ということで、今年はおすすめもいただきましょう。おすすめなんでしょうか。今回は、明石ビールさんのコラボのこの2種類、はい、あ、こちらですか。はい、静かでゴールドと TIPA、はい、あ、ほんなこれ、はい、これいっとこう。今日もお見えでございます、道頓ビールの社長でございます。今日社長は女の子いてないですよ。いえ、すいません、今休憩中です。あとあれですね、これが鈴鹿でゴールド、これが鈴鹿でゴールド、これね、これちょっと言っときましょう。あ、めっちゃ飲みやすいですね。そうでしょ、めっちゃ軽いし、これ、あ、そうフルーティー、めちゃめちゃフルーツいう感じせえねんけど、多分ビール嫌いな女性でも多分飲めると思うよ。ということで、道頓堀ビールさん、また来てください。ということで、次はここのお肉屋さん行ってみましょう。ここでございます。いただきました。次行こう行こう。続きましてはこういうお肉いっときましょう。うまそうやろ、いとこ、うん、うまっ。みたいな感じだな、ポロっていう風な格好で赤身がほぐれるわ。うまめ、これでビールビール、うまいな。続いてじゃんじゃんいっときましょう。お肉でございます。うん、うまい。この赤身、脂身もいいんやけど、赤身うまいね。よだれ出てきた。これで、道頓堀ビールさんね、いつもお世話になってんね、ありがとうございます。ということで、道頓堀言っとこう。うまいね。続きまして、お肉お肉。肉の塊、肉とビールは最高やな。ビール。はい、でもだ。続きましてはあったあった大好きな木の先ビール、これいっとこう。ということでビールお願いします。今年は何かおすすめありますか。はい、今年はこれ大阪空港の限定ビールなんですね。これは大阪空港だけでしか出しないビール。あ、そう、はい、これやって、これいただこう。それでいただきました。いっときましょう。あ、うまい。なんか爽やかです。めちゃめちゃうまい。なんか前にのわしいただいたカニビールに味似てません。似てますよね。あ、ですよね。前にね、木の先ビールさんにカニビールってね、めちゃめちゃその味に似てて、ちょっと渋い感じ、めちゃめちゃうまいよ。また皆さんよかったら来てみて。ということで、お肉いっときましょう。うん、うまい。このポロってとろけるような、とろけるというかな、ポロってサクサクできるような、赤身、硬い赤身じゃなくてサクサクってこう噛み切れる。だからパサパサでもないんやけれども、なんでもな、ほんまに頬肉みたいな感じ、わかる。そんな感じで、うまいうまい。ビール、うまいね。ということでね、最後いっときましょう。うん、肉は最高やな。
はクラフトビアライブ2018年にお邪魔して食べて飲んでました。ここね、あの地ビールの祭典やねんけども、地ビールだ結構高いイメージあるやん。でもね、どっちかってリーズナブルな金額で地ビール楽しめんねん。これで、あのなんていうの、あのビール大好きな人、いろんなビールあるから来てみたらいいと思うしね。また僕の大好きなあの道頓堀ビールさんと、あの城崎ビールさんも来てますんでね、関西の地ビールが集まってるんで、またあの地ビールが大好きな人は来てみてはいかがでしょうか。ということで、本日も長々ご視聴ありがとうございました。ということで、チャンネル登録をお済みでない方はチャンネル登録お願いします。それではあったらコメント、高評価もお願いします。ということで、次の動画もお楽しみに。さようなら。